ちのともです。ちょっと今日は天気がいいので、2本目の撮りで違うネタ思いついたんで、もう1個やっとこうと思います。最初にちょっと近況なんですけども、日本離れていて、2ヶ月近く髪の毛気に入ってなかったんで、髪の毛気に入ってきました。で、まあ見た目変わらないと思うんですけど、最近なんかオーストラリア人の女友達と話したら、オーストラリアとか、まあ、一部で女性になんかこうか、日本でいう2ブロックですかね、その刈り上げみたいな髪の毛が流行ってるってことで、その子はこう、こう刈り上げて、片方がこう、くせ毛っぽくふわーって流してた感じで、おしゃれな感じだったんですけども、ちょっと私そこまでは、その直毛だし、それは私にはできないかもしれないと思って、片方だけかぶせみたいな形で、カットしてもらい、カットというか刈り上げしてもらいました。ですね。こっちが刈り上げてます。昔ね、カナダ住んでた時もこういう風に片方刈り上げて、もうちょっとミディアムショートみたいにしたんですけど、まあ、あんまりしてるとなんか友達があなたレズビアンみたいですね、みたいな感じで言われたけど、まあ今はそんなことは言われないと思いますね。今なんかこうトレンドになってるみたいですね。まあ日本の女性にはあんまりならないと思うんですけども、まあそのオーストラリア人の女友達が言うには、オーストラリアではちょっとだけ流行ってるみたいな感じで言ってました。まあそんなことを言ってたらちょうど私の Facebook で、昔ガイドした香港人のお客さんが、まあ、Facebook で繋がってるんですけど、その子も片方をこっち刈り上げてて、ここからこう、片方流して、まあ、おしゃれな感じにしてましたね。まあ、そんな感じで、まあ、結局、靴はするときはこっちが別に全部見せなくても、こう、この辺真ん中に向けて、こう、下ろしたら隠せるんで、まあ、ツアー中は普通に仕事はできるんですけども、もっと気分転換に、切ってしまいました。です。朝今日は何をしようかと思ったんですけど、前回はお客さんからの変わった質問、しかも面白い質問だったんですけど、今回はそのお客様の面白い返し、反応みたいなのが思いついたんで、それをご案内させていただこうかと思います。これもちゃんとメモってないと、全然、どんどん忘れてくるんですけども、今思いついたのが3つあるんで、それご案内させていただきます。ですね、まずはですね、まあ、京都なんで、よく金閣寺さんに行くんですけども、その時はテンションの高いオーストラリア人のお父さんとその家族みたいな形で案内してて、まあ、もともとお父さんあんまり歴史には興味のないような感じで、まあ、奥さんと娘さんは、まあ、ちょっとちゃんと私が案内した歴史とか聞いてくれるんですけども、まあ、お父さんはあんまり、特にふんふんみたいな感じで、まあ、写真撮ったり、まあ、ご自身で楽しんでおられるようで、金閣寺さん連れて行った時に、まあ、その時もは秋のシーズンやったからですかね、結構まあ、混んでたんですね。まあ、いつも通りバスの団体客がごちゃっとなって、そして、修学旅行生もごちゃっとなって、みんな、写真撮りまくって、特に外国の方は自撮りすごいパシャ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 してたら、なんかテンションの高いオーストラリアのパパが、なんかこう、おすごい、これはワールドクラスのフォトボムスポットだとか言い出して、フォトボムをしだしたんですね。フォトボムって聞いたこと、ある方、ない方いらっしゃるかもしれないですけど、なんて言いますかね、他人がこう集合写真とか、セルフィーで自画撮りをしてるときに、そこにこう割り込んで、勝手に一緒にウィーって写っちゃうっていうやつですね。それをなんか言い出して、なんか今までこんなフォトボムのスポットは見たことがない、ワールドクラスだとか言い出して、いろんな人にフォトボムをしてました、金閣寺さんで。で、娘さんとか、もうパパやめてみたいな、ちょっとティーンエイジャーの女がすっごい嫌がったんですけど、お父さんテンション上がってて、まあ面白かったですね。まあそういうふうにすごい個人で楽しもうとしてくれるお客さん結構好きです。なんかやっぱりお客さんが楽しもうっていう気分でツアーに参加してくれると、こう全てをポジティブに考えてくれるから、私も楽しいし、お客さんも楽しいし、たまになんかもう、なんでツアー申し込んだんやろみたいな感じのなんかテンションで来る方とかいますので、やっぱりそうするとなんかこうね、雰囲気とかも、私は一人でテンション高くてもそっち側がついてこないし、なかなか微妙な感じの時もあるんですけど、まあその家族は本当に楽しく一日過ごさせていただきました。
私、竹林とか行くと、結構、かぐや姫の話とかもしたりするんですね。まあ、特に、竹林、そこまで歴史がないので、まあ、竹林絡みでかぐや姫の話をしたら、その時、仁和寺さんの近くを歩いたんですね。龍安寺から仁和寺を歩いたら、なんか知らんけど、多分竹林があったんだと思い、見ついたので、あ、そうだ、かぐや姫の話でもしようと思って、順番にこう、この竹林、おじいさんとおばあさんが竹林に行って、その竹林をカットしたら、女の子が竹の中から出てきてっていう、まあ、日本人の方だったら、大体ほとんどの方が知ってる話を、まあ、したんですけども、ある十五夜の、なんか満月の夜に、っていう話を順番にしていくと、その時のオーストラリア人の60歳が、ぐらい大のご夫婦やったんですけど、まさかそんな返答が来ると思ったんですけど、しかも、60歳の奥様がですね、その時女の子が月を見てウェアウルフに変身したんでしょうみたいなこと言ってて、多分その女の子が月を見て、大きな大猿ゴリラみたいなのに変身したんでしょうって、それ、ドラゴンボールやんとか思って、それは日本のアニメ見たんでしょみたいなこと言ったら、そうそう、なんか子供と一緒にね、みたいな。しかもドラゴンボール、初代の Z じゃないドラゴンボールで、多分悟空が満月の夜に月を見て大猿に変化するっていうのを、かぐや姫の女の子、プリンセスを案内するときに、そう、返しを入れられたんで、結構受けました、最初。えとか思って。やっぱ英語で会話してるんでね、予想外の、返しが来ると、こっちも耳を疑うんですよ。私の耳が悪いのが一瞬ファッてなるんですけども、なかなか海外の外国語でね、ジョークを言うっていうのは結構難しいなと個人的に思ってるんですけど、まあそういう返しが来て、かなり面白かったです。なんかちょいちょいオーストラリアの人はなんか笑いとか入れていった方がウケるんですかね。まあこっちが入れなかったか、向こうから入れてくれたのか、そこでまあ笑って面白かったですね。はい。で、あとはですね、あとは何やったかな。あ、そうそう、これちょっと何人か忘れたんですけど、女子旅みたいな感じで、女子2、3人のガイドで何、だったんですけども、多分、八坂から清水かその辺向かっていくどこかで、なんかおみくじをしたんですね。で、おみくじ結構いろんな種類あるけど、その時女子旅で、恋みくじっていう、があって、これはリレーションシップのおみくじでフォーチュンだとか言ったら、まあ、その時多分ね、そんな、何歳だったかな、20代か30代ぐらいの、ちょっとキャキャーって感じの人だったんで、その時に、ヨーロッパの白人のお客さんやったと思うんですけども、恋みくじしたら、なんかまあ、いついつに何があるとか、いろいろ書いていって、で、最後に、ラッキーカラーは黒色って言ったら、私が全部こう翻訳していって伝えたから、何？ラッキーカラー黒？じゃあ私は黒人のボーイフレンドができるのかしら？キャーみたいな感じでテンション上がってきたんで、なんかその発想がすごいなと思って。まあ、個人的にラッキーカラー黒って言ったら、自分では黒い服を着るとか、黒いカバンとか、黒いアクセサリーをつけるっていうのイメージだったんですね、ラッキーカラー。でもなんかそこで黒イコールブラック、人種、黒人ボーイフレンドっていうこの発想の転換が結構面白いなと思って。まあその人たちも楽しい人でしたですね。まあなんかこういう楽しい場面があるとすごいガイドってても微笑ましいですね。まあまあ大変なことももちろんあって、昨日もちょっとですね、ストレスで胃が本気で痛くなってですね、まあ私ももちろんミスすることもあるので、まあしないように気をつけてるんですけど、どうしてもうまくいかない時もあるんで、まあそういう時に胃がすごい痛くなって、もうなんか気分を収めようと思って、マッチチーズケーキとかを買って食べたんですけど、まあそれでも収まらなかったんですけども、まあまあそういう時もあるんですけども、なんとかこういうふうに楽しい思い出を思い出すようにして、ちょっと今日は気分転換で楽しい内容の動画を作ってみました。はい。じゃあ、ありがとうございます。また何かあったら続きやるので、チャンネル登録とかしといてもらえると、いいねボタンとかももらえると、ちょっと元気になります。よろしくお願いします。